どうも、園芸ファクトリーのゆうきとあがりです。本日はですね、急遽動画を回していくんですけども、どんな動画を撮りたいかというと、7月ってうちどういう月か分かる？ボーナス。そうなの、ボーナスなんですよ、うちね。はい、ということで、毎年っていうことはあれですけど、まあ、いつも美咲ちゃんにね、ドッキリを仕掛けてるんですけど、今回はドッキリを仕掛けていきたいと思います。はい、今回のドッキリはですね、こちら、はい、偽札を使ったドッキリをしていきたいと思います。実際に偽札なんだけど、これをね、本当の一万円札の裏を表にこう入れて、そう、中見えないようにしていくんだけど、ぽいでしょ、ほら、ほら、ほら、ぽいんだよ、これ、こんな、ぽいよね。これを使ってドッキリを仕掛けたいんですよ。で、今回は美咲ちゃんにこれを渡すドッキリではなくて、あかりちゃんの方が多くもらえるドッキリ。ただこれ普通に渡しちゃったら、多分っていうか怪しまれると思うんだよね。うん、そう、わかるじゃん。だってあかりちゃん何もやってないのにみたいなの思うじゃんね。だからミーティングって中で毎月の報告みたいなところで、あかりちゃんがちょっと今日すごい業績を残してる感を出すような会議をしたいな。うん、今日みんなの中で報告とかあるみたいな、いつも通り の会社の業務報告以外に美咲ちゃんにこうあげさせて、特にまあなんとかとかって多分会議になると思うんだよね。でその後に、じゃああかりちゃんあるって言った時に、あかりちゃんが先月お話ししたと思うんですけども、会社の CM が決まったっていうことで、 CM、 大手のところから5000万円の CM が決まりました。うん、いやすごいよ、それはやばいよっていう話をやって、おーありがとうみたいな、すごい報告だねみたいなっていうのをやっていく。わかりました。で、その流れで、じゃあせっかくだからうちのボーナスもみんなに渡していきたいと思います。美咲ちゃん、いつもありがとうって言ってボーナス渡して、それであかりちゃんの大気づく気づかないと、この札束の入った袋に入ってこの札束を渡す。そこでめっちゃおもろいリアクション取ると思うんだよ、なんかしら。で、あかりちゃん、え、いいんですかみたいな、ちょっと さりげなくね、そう、シビアな、あ、いいんですか、ありがとうございますみたいな。で、そういうことだから、引き続き頑張っていこう、夏に向けてって言って、ありがとうございますって言って終わる。その後に俺出て行ったら二人になるじゃん。えって、え、これいいんですかねって言って、えってちょっとあかりちゃんちょっと嫌な役になるけどね。頑張ります。めっちゃ楽しい、嫌な後輩になります。もうそんな感じでちょっとやっていきましょう。はい、じゃあちょっと楽しみにやっていきましょう。11時から。はい、はい、じゃあ行ってみましょう。いります。はい、ということでね、8月の YouTube 会議をしていきたいと思います。今日もね、やっていきましょう。で、この1ヶ月間もうね、8月に入ってくると今度は各々がもうバラバラにやるので、その時にね、各々できる企画とか、あとは持ってる課題だよね。もうおされさんと一緒にコンビ組んでるから、おのおののこの1ヶ月でどういうとこまでやっていくのかっていう課題を発表してもらいたいっていうことでやっていきましょう。はい、じゃあそれでは YouTube 会議スタートします。お願いします。はい、つくしの、うん、つくしの企画っていうか、まず私が今受け持ってる企画が、うん、オプチャの企画があって。オプチャね、はい。なのでそのオプチャの企画を、うん、じゃああかりちゃんは業務報告見たら、業務報告、うん、階段とハードル高跳びを8月9月に、ああ8月9月中に挑んでる。そうだね、1ヶ月ぐらいかけて、うんうん、ちょっとのんびり完成させていきます、うん、そうだね。あとは、うん、先月ぐらいにゆきさんにはチロッと言ってて、まだ美咲さんには言えてなかったんですけど、うん、私の親戚というか、うん、その家族関係の、うん、待ってもういいよ。家族関係に映像系の仕事をしてる人がいて、その人に園芸ファクトリーのことを紹介したんですよ。うん、はい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 。そう、サルマーシがやってますよっていうのを紹介したら、うん、CM を、そうだね、うん、作ってくれるっていうか、そう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 、ちょっと、うん、無知で分かってないんですけど、うん、CM を作ってくれるみたいな話になってて、あれの話は、俺に来てそのまま決まりました。完全に決まった。うん、知らない。5000万円。5000万。はい、5000万の仕事が来ました。この年、あれね、うん、5000万払って作るんですか。はい、違う、 CM を依頼受けて、あかりちゃんが知り合いに行ってくれて、それでうちが採用されたってこと。
ね、で、ギャラ5000万円。あ、ギャラがもらえるってことか。そう、もらえる。ありがとうございます。そう、5000万の契約が決まりました。素晴らしい。すげえ大きかったね、あれね、ほんと。すごい、CM ってそんななるんだ、ギャラ。なるね。あの、1年の CM だから、シーズンごとで決まったりとかするんだけど、4クールみたいなことになって。4クール。1年分のやつを、大手のやついただきました。ありがとうございます。素晴らしい、本当にすごいね。すごいね。広がるね。あと、まだまだあって、うん、これもゆきさんには、うん、なんとなく伝えてはいたんですけど、うん、千葉で仕事がしたい、やりたい場所があって、うん、千葉に実家があるので、うん、ここでやりたいんですっていうのを声かけていただいて、うんうん、やっていいよみたいな、うんうんうん、になって、うん、現場が増えました。書類とかまだ、いろいろゆきさんにとかまだお願いするところあるんですけど、うん、千葉、ああ覚えました。路上場所ね。私辞めますって言うの。辞めません。路上場所がいっぱい増えて、ちょっとヒヤヒヤしたいな。千葉で仕事したい。いや、あかりちゃん辞めるの、そっちじゃねえだろ。決まりました。ありがとうございます。また自分ができる場所がね、こうやって自分でどん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 見つけてもらって、はい、ね、前々から言ったけど、あったらいいなとか、交渉してくれたらいいよとか言って、それが決まりました。素晴らしい。なんか自分でっていうよりかは、あの親も、うん、ありがとうございます。私もそこ自分で言おうか。あとは、うん、これもゆきさんには何個お伝えしたんですけど、うん、すごい私の身近に猿回しに興味ある子がいて、うん、いろいろ猿回し見てるらしくて、うん、園芸ファクトリー紹介したんですよ、うん、紹介して、うん、この子どうですかってゆきさんにお伝えしたんですけど、うん、どうでしょうか、うん、どうでしょうか。その子ね、いい子だから、とりあえず一回研修をしてみてやっていこう。知り合い、ま、知り合いです。身近にいて。親戚いとこ。あら、近いくつ。私の一個上。じゃあ、間うん、うん、いいよね。まあ、あの、今年はもう一人ね、一応入れる予定だから、よかったらね、採用していきたいなっていうことだよね。すごいね、いっぱい持ってくるの。いろいろ、でもこんぐらいです。いや、すごい、すごいよ。いや、マジですごい。かが、ありがとうございますって、あの、あかりちゃんね、いろいろな、あの、現場とか撮ってきてくれたりとか。現場撮ってきたの。そう、すごくね。あと CM、 5000万の CM 決まりました。嘘、5000万本当に。どこ行く。海外行っちゃう。5000万って俺初めてだよ、多分。マジで相当大きい。しかもうちとしてはどんどん広げていくっていう、このタイミングで5000万は結構大きいかな。冗談じゃなくて、冗談じゃなくて、CM はやりたかったんだよ、もともと。だけどそこまでのその大きい CM はなかったから、琥珀で出る、琥珀のさ、これはもうあかりちゃんの実績だからさ、俺がなんかやって、いつもみたいにさ、いや CM 今なんかやってますよとかじゃなくてさ、あかりちゃんの実績だから、なんかあかりちゃんが言えるようになんかしてあげたいなとは思うんだけどね。ちょっとそこだけのお猿さん、どの起用するのかとかっていうのはまだ言ってないから。そう、それでできたら琥珀にもまた箔がつくしね、ほんとね。前から CM 決まってる。CM 決まって、あ、もうそれさ、 CM で見たよって言われる。あ、そう、嬉しい、琥珀ちゃん嬉しい。っていうことで、その CM この子ですよって言う。ね、すごいよね。まあ、そんな感じで、じゃあね、これで最後、締めでやりましょう。じゃあ、あと、いつもボーナスドッキリとかやったけど、今回ボーナスドッキリとかじゃなくて、普通にボーナス渡そう。ね。で、これで最後締めていこう。言おうと思ってた。うん。もう7月今日で終わっちゃうから、本日は。じゃあ、美咲ちゃんの、あの、はい、はい、どうもありがとうございます。頑張って。頑張ります。1.5 倍頑張ります。1.5 倍頑張ってください。はい。で、あかりちゃんはちょっと CM とかいっぱいいろんなもの撮ってきてくれたから、あの、うちは歩合制なので、なんか分厚くね、はい、分厚くね、はい、歩合制なので、え、ありがとうございます芸人としてのその歩合制で、やっぱりうちに会社に持ってくるものによって、やっぱりこうやって新人でもやっぱりね、出そうと思ってるので、はい、そこは各々頑張って、もっと
たくさんボーナス出る会社にしましょう。はい、よし、頑張ります。ということで、じゃあね、はい、一回この辺で終わりにします。ちょっと一回俺トイレ行ってくる。見てみたら、見てみたらいいじゃん。あのカメラに映んないようにテーブルの下に見てみたらいいじゃん。見てみないよ、そんな気になるなら。あ、そうでしょ。いや、わかんないよ。診察？いや、ゆきちです。診察じゃなかった。診察じゃなかった。かいちゃん、すごいじゃん。え、これでご飯行きましょう。全おごり。全おごりで。マジか。ありがとう。ご機嫌いきましょう。これで。ご機嫌なんか、私ドキドキしちゃう。私は美咲さんにいろいろ教えていただいたのでね。何も教えてない、マジで。何も教えてない。ふざける教え方しかしてない。私も楽しかったです。あの、真面目な時はちゃんと真面目でいろいろ教えていただきました。ちなみに、美咲さんってどちらがこれさ、言っていい？カメラ止めてないよね。止めてない。止めた方がいいですか？わかんない。ここで席を外すゆうきさん、ちょっと言い過ぎだよね。トイレ行きましたね。いや、トイレはトイレなんだけど、だいたい止めていくじゃん。はい、OK っつって。で、トイレで行くじゃん。この後撮りたいんですよ、あれ。スキッパーで外すってさ。急に読めて。あ、見て、診察。あ、いいなぁ。診察、私まだ一個も持ってないんです。で、こっちがおもちゃとかないよね。ほら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 、絶対あった。ちょうど発表していただいたところです。もうね、よくわかんないんだけど、よくわかんないんだけど、絶対つけてくから何かあるんだろうなと思わせた。って話した、あかりちゃんと。疑われてる。何が？え、知ってた？うん、知ってました。マジかよ。じゃあ、あかりちゃん、あかりちゃん教えてください。今回のドッキリ。はい、後輩の私が、先輩の美咲さんより多くボーナスをもらうドッキリ。引っかかったわ。はい、ということで今回は、それすごいよね、それね。びっくりした。だよね、そうだと思った。うすうす気づいた。でもこれさ、あかりちゃんゆきちってことはさ、多分これ違くねってことなんだ。あ、ゆきちがバレたのか。うん、だって今銀行から下ろしたら多分新卒だよ、ほとんど。そうなんだよね。なるほど。ああ、口がいいとか言ってゆきちっぽいじゃった。ちょっとメモ帳ね、毎回仕掛けられるね。ああ、ね、ちなみに CM5000 万嘘です。嘘です嘘です。嘘なの？どこまで本当？CM5000 万嘘です。はい、で現場見つけたのも嘘です。嘘です。あと、いとこが研修来るとかも嘘です。つまり、あかりちゃんが全報告は嘘っていうことでね。ついてるか。まあ、だってさ、いきなりさ、ボーナスってさ、やってもさ、なんかリアリティがないじゃん。うわ、絶対これドッキリだと思うじゃん。だけど、5000万とかの仕事を取ってきたらさ、渡さざるを得ないじゃん、なんとなく。会社としてボーナスを。それだったら、一番自然体かなと思って、そこ仕掛けたんだよね。うん。まんまと騙されてたね、これね。すごいじゃんとか言った。あとでちょっと、そこはリプレイでお願いします。もういいよ。すごいじゃん。すごいね。いっぱい持ってくるね、感じます。すごいね。いっぱい持ってくるね、感じます。いろいろ。もう誰も信じられないよ。ということで、ドッキリは大成功でございました。はい。あの、もちろん美咲ちゃんのあのボーナスはドッキリではなく、普通にただの動画ですね。はい、あります。そう、かが、あの、CM 嘘だから。もうわかりへん。違うか、もうかがも騙されたい。そう、いや、あっちが言った方が絶対おもろいじゃん。だって絶対さ、マジかってなるじゃん。はい、ということで、じゃあこんなところで終わりにします。まあ、会議自体は本当の会議だけどね。マジ。はい、じゃあ、いいよ、悪い子を書いてある。多分、目線が映ってる、私の。そんなもらってうのみたいな。今回のドッキリは結構壮大にドッキリかけたでしょ、マジで。